ガズレレのガズでございます。今日はちょっとお知らせでございます。11月の26日、27日の土日にですね、いつもガズが使ってるこの G ラボウクレレのポップアップショップが、関西初上陸で、行われましてオープンしますよ。G ラボのポップアップショップっていうのは、つまりこの G ラボの いろんなシリーズあるじゃないですか、ウクレレ。ガズモデルだとか、ウスレレだとかね、ブラックビューティーだとか、いろいろラインナップがあるんですけど、それをですね、皆さんお試しいただけてですね、もし気に入ったら即ご購入できますよというふうなポップアップショップ、期間限定ショップのことを指してるんですけど、神戸です。神戸初登場でございます。関西方面の方、Gラボのウクレレたちをこうチェックしに来てください。いろんなウクレレ試奏していただいて、この弾き心地をね、弾き心地とこの音の鳴りをですね、もう存分こう堪能していただいてですね、もちろん買わなくてもいいですよ。まずどんな弾き心地なのかとか、どんな感じなのかっていうのをね、体験しに来ていただければと思います。そしてですね、詳細を今から言います。間違えちゃいけないんで、見ながら言いますね。11月26、27の土日に、三井アウトレットパークマリンピア神戸という場所で行われます。あ、そしてですね、ちょっと申し遅れたんですけど、この2日間はですね、なんとガズさん、ちょっとですね、参加できないんです。参加できないんですけど、なんか面白いコンテンツをオンラインでなんかできることもちょっと考えてますんで、ひとまず今、予定だけは入れといてください。また新しい情報が、分かり次第ちょっとここで公開するんですけれども、はい、いいですか？もう一回、マリンピア。三井アウトレットパークマリンピア神戸で行われます。時間は朝10時から夕方16時まで。午前10時から16時までですね。ここに行くアクセスはね、電車が便利なようです。JR 垂水駅より、無料シャトルバスが出ているようでございます。新大阪駅から JR で約1時間ということでございます。で、今回ね、いろいろちょっとね、面白い企画もあるんですけど、基本的なことを言うと、ガズレレ、G ラボのウクレレ、すべての、ラインナップ一応持っていきますんで、試しに引きしていただけるよということと、あとね、セミオーダーってガズレレでは受け付けてるんですけど、それの世の中にあんまり出てない、ものもたくさん持っていくんで、それもちょっといろいろチェックしたり試し引きしてみたりしてください。そして今回ね、初めてのことなんですけど、ここってアウトレットモールじゃないですか。だからGラボ初のアウトレットウクレレの販売をすることになっております。これ皆さんかなりね、朗報だと思いますよ。アウトレットってのはどういうことかというと、ちょっと傷があるとか、木目がちょっとな、ここ目立つなみたいなところで、すごく弾き心地だとか音のね、感じはすごくいいんだけど、ちょっとね、普通の定価で出すのにはどうかっていうものが結構あるんですね。それをですね、なんとかなりリーズナブルな、かなりリーズナブルな、金額で皆さんにご提供できるんじゃないかというふうに思います。アウトレットウクレレ、今回の目玉でございます。はい。そんなことでございまして、関西方面およびね、ちょっとね、神戸まで行ってみようかなという方、土日、11月26、27、神戸、三井アウトレット、名前が長い、三井アウトレットパークマリンピア神戸に、遊びに来ませんかというご案内でございました。そこに行くとですね、いつもこの G ラボウクレレを最終チェックして、もういろいろこう細かく設定してくれてる G ラボのですね、敏腕、スタッフのですね、吉本さんをはじめね、G ラボのね、スタッフたちがね、もう優しく楽しくお迎えしていただけるので、いろんな会話もね、質問攻めにしてください。もう皆さん優しくお答えしていきますんでね。はい。そういうことでガズさんの参加はないんですけれども、ぜひ皆さんチェックしに行ってくださいよという、そんなお知らせでございましたと。はい。引き続きいろんな情報をね、こんな感じでね、YouTube なりブログなりで公開していくんで、フォローぜひよろしくお願いしますね。はい。そんな感じで今日はお知らせ動画となりました。それでは楽しく音楽していきましょう。皆さん、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。